全力アキベチャンネル。まず新幹線遅れたことをどうした？いや別にもうだ、それはさ、もうこっちがどうこう慌てたってさ、俺は俺のことだけずーっと集中してた。なイメージトレーニングだよね。いい感じに今集中自体はできてたと思う。全然もうだ、そこでなんか乱すような感じにはならない。もう。で、試合自体は結局振り返ってみると、まあちょっと時間経ったじゃん。うん。一日経った。うん。中で振り返ってどうだった？ね、まずね、俺がね、マジね、覚悟がなかった。準備をしてなかったっていう。具体的に。だからね、まだね、ボクサーが抜け切ってない。もうお前ボクサーじゃないのに何ボクシングで勝負しようとしてんの。本当に情けない自分が。もうこれから喧嘩ルールで行ったんだから、俺だって蹴っていいし、それに対して、なんていうのかな、まだボクシングを貫き通そうとしたんだよ。間合いとか。違う。もう1分しかないんだから、その1分の時間もマジで把握しなかった。自分の感覚で1分ってこんぐらいだろうなと思ったのが、違う、気づいたらもう終わっててさ、はい終わりってなって、で、今間集めてて、その人たちをずっと狙ってんだけどなんてやったらもう終わっちゃうよね、1分なんで。要はだから戦い方を俺がマジで考えてなかったんで。うん。これね、いけんだろうぐらいに思ってた。その、試合決定自体が本当1週間ぐらい前だったから、その、ガチンコのスパーができなかったっていうところもちょっと影響してた。まあそうだね、蹴り対策っていうかさ、教えてもらったりしたけどさ、もうイメージトレーニングだよ。スパーリングなんか一回もやってないしさ、もちろん、なんだ、マスボクシングって言ってもさ、その試合じゃないからね、蹴りってこんな感じだよって言って、1ラウンドでも通してさ、マスをやったのかさ、一回もやってない。まあやれなかったってこと？やれなかった。うん、まあ実際に対峙してみて、その、江畑さんの体の大きさというかリーチってのはどうだった？ああ、いや、それでかいだろ。びっくりした。もう、この距離で前蹴り飛んでくるのって本当思った。うん。予想以上。いや、予想以下だね。以下ってことはないか。予想ない。予想ない。予想ない、うんうん。それでもやっぱりこう、さばいて入るってことはまあ難しい。そうだね。1分間のトレーニングっていうかさ、そのマスボクシングでもそうだけど、やってないから、もう今の時点ではもう踏み込んでやるために、たぶん一回パッと見て、そこでもう距離を把握して、2回目から自分が飛び込まないといけなかった。でも3回も4回も5回もやってね、そしたらもう1分で過ぎちゃう。でも、その試合前から、結局飛び込んでやらなくちゃいけないってことは分かってたけどできなかった。できなかった。なんでって、やっぱその一発目からおーっと思ったもん。目の前さ、かすったっていうかさ、かすったよ。前襟が。え、この距離でこれかすんのと思って。うん。で、そこにはさ、やっぱさ、なんだ、ただの蹴りじゃないじゃん。なんだろう、金属バットにさ、鉛が入ってるような感じのものをポコンと当てられた感じ。鼻が腫れてる、少なくても腫れてる。うん、折れたか？折れてねえよ。いつも折ってる。どうしようかな。バカな感じ、これは。バカか。前に出るべきだったな。いや、わかるんだ。出れないのはな。ありがとう。ありがとうございました。すごいね。結構いけないよ。なんか思った以上に考えて見てくれてたんで、僕も逆に距離取ることができて、多分僕のイメージでは多分チームメイトにも聞いたらわかるんですけど、もう始まった瞬間一発もらうことを確保して、多分バンダウンってかパンチ殴ってくるやろうなと思ってるのをずっと意識してたんで、それがなかったからあれと思って計算が取ってくれたんですけど、逆に遠いところでずっと見てくれてたんで、それがすごいいいこっちの流れだったなって感じですね。ほんまあの人めちゃくちゃ強いよって、絶対一発ももらったらダメよってずっと言われてて、まあ、それですごい今回やらせてもらったんで、ぜひまた関東行ったらまたパンチぜひ教えてください。もうぜひぜひ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。まあでも久しぶりになんかああやってスリルっていうかさ、うん、まあ今はこんなもんなんだ、うん、今は。OK、 一個だけいいかな。何？まあ今回負けたけど、うん、もしやっぱり対戦受けるか受けないかって時にやめることもできたわけじゃん、うん、それでもしやめてた時を想像して、うん、その気持ちと今とどっちがいい？いや、やってよかったよ。それだけは言える。やらないでああじゃねえこうじゃねえって考えてるよ。
やらなかった、逃げたとか、やらないとか言って、でも、まあ、やったんだから、一歩進んだんだから。この2、3年間、本当に止まってたもの、なんか、一歩前に出たんだから。最後はやっといてよかったって笑うんじゃない。どんな結果になったとしても。内容はマジで情けなかった。本当に。自分で見返しては、俺何やってんだろうって本当思った。落ち込んだしさ、昨日の夜なんか一緒にいたから分かると思うけどさ、クソってやったよ。俺悔しかったし。あ、俺弱いっていうのが、なんかもう世の中に知らしめたって言ったら変だけど、俺の仲間とかもやっぱさ、少なからずさ、期待して見てたわけじゃん。ずっと応援してくれてた人たちもさ、見たわけじゃん。なんか、申し訳ないこと本当したと思ってる。だけど、俺は、何が良かったかって言ったら経験したこと。それでも。やらないよりやっただろって思ってるし、いや、キックボクサーとかさ、そういうのとさ、ガチンコで蹴っていいですよってやったことはない。その中でそれが経験できたのもそうだし、あと、その蹴りの自分が今まで抱いてさ、もっとすごいと思ってたから。もっとなんか、すごいって何がって言ったらもうローキックとかで足持ってかれるんだと思ってた。意外にだからそこは予想入んないってね。まあ、まずそのリングに上がった、あと、なんだろう、自分がそのボクサーとしての感覚を持ってたら、この世界で絶対生き残れないっていうのは分かったから、それが一番でかいから。もう俺はボクサーじゃねえっていうのが本当に分かった。もちろんボクシングが軸だよ。パンチに当たる軸。だけど俺だってカットだったり、蹴りだったり、やれることはちゃんと対応しないといけない、ね。その中でやっぱり俺のパンチ力って言ったら変だけど、巻き込んだら全員倒すぜくらいの気持ちではいる。ただいま。まあ、助かるだよ。今日これから何するの？これから師匠とコラボ対談して、その後夜はトレーナー教え物。こうやってみんな日常があってさ、戦ってさ、やることがあるの。俺はプロボクサーじゃないから、プロ格闘家じゃないから、当たり前に一般の日常があって、繰り返しって言ったら変だけど、やることがあって、それでまた自分が戦えるリングがあるならそこに向かってやっていく。初めて今回さ、このキックルールやってめちゃくちゃ悔しいなと思ったし、落ち込んだよ。久々に試合後にさ、なんつうの、悔しいって思ってさ、自分が情けねえってマジで思った。でも、そんなことはさ、戦わないとやっぱ思わないよ。戦ったってことが第一歩だよ。その試合リングで挑戦した。もちろんやるのは怖いわけや、キックなんか知らんから。でも何が自分に足りないのかっていうのを知れたことが第一歩だよ。で、先々月か、まあ引退式10カウントをやらせてもらい、自分も引退して地元に戻ってきて、今パーソナルジムと春日部で剣道塾やらせてもらってます。まあ全国各地でスパーリング大会って行われてるんですけれど、それをぜひこれから春日部でも本当にできたらいいなって考えているところです。まあ私のね、基本的な部分なんですけど、はい、極めて格闘技好きでございましてですね、おーおー、子供の頃から見るのが好きで、アンドレ・ザ・ジャイアントを僕一回生で見たことあるんですよ。顔こんぐらいあるすごい人じゃないぐらいすごい。ボクシングっていうのは我々の世代で言うと具志堅用高さんとか、その後渡嘉敷さんとか、竹原さんがガチンコをやってたじゃないですか。はい、まあ、あれもやっぱりよく見てましたけど、やはり常にそういう、まあ、なんですかね、どの時代もそういう若干やんちゃな方がいて、はい、まあ、それをどういうふうに生かしていこうかっていう中ではね、そういう受け皿としてもすごいなっていうか、素晴らしいなと思いますし、最近は朝倉未来選手のあのブレイキングダウンがすごい人気で、私全部見てますけど。ていうか、もう市長、マジで詳しくて、本当に昨日なんですけれど、大阪行って、金網の中に戦ってました。そうですか。ヒロキングってあの、カメラのシロさんの教え子ので、最高ファイトクラブ。そうです。でもめちゃくちゃ情報通で、本当に詳しいですから、うん。で、昨日僕が戦ってきたのは、テコンドー9連覇してる、オリンピック候補。ボクサーって足使う人苦手ですよね。苦手です。だから前切りで全部やられちゃうじゃないですか。おっしゃるとおり。届かないからね。一緒に作戦考えてもらいたかったから。これから、師匠も、ちょっとの間、本当に10分、15分、動物に戻っていただきたい。動物ですか？ちょっとミットをやっていこうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。グローブをつけるのは初めてですか？
今日2回目ですか。2回目ですか。ただ人殴ったことないですけど。そう、肩を入れて、こう。こうで、肩を右の方につける。ここにつける、つける。右。左肩をここにつける。そうそう。そしたらこっちのパンチをこうやってガッと。おぉ、なるほど。で、この前膝で、グッとこいつを押してください。そうそうそう。ここを一直線にするっていう。つなげてもらって、地面で高向きバランスをグッと張ってるような。はい。そう。ナイス、ナイス、ナイス、アウト、キュー、ラスト、一番強いの、もう一回、ラスト、おいっす、ラスト、オッケーっす。いやいや、ありがとうございます。いや、打ったな。はい、じゃあファイティングポーズ、二人とも、二人ともファイティングポーズ。ちょっと今日一日日常に帰ってきたところもあるじゃないですか。うん、午後から春日部帰ってきて、うん、なんかまあ日常ではあるけどそういった興奮が抜けきれてないところ。抜けきれてないし、だからそういうファイターの気持ちを取り戻した。俺でもプロじゃないしさ、その格闘家として生きていくっていうわけではない。うん、だって今までやっぱ培ったって言ったら変だけど、ボクシングで自分の塾もあるしさ、教えないといけないこうやって教え子って言ったら変だけどいるわけで。その中でもその自分が出れる大会っていうのかな、37の俺が出れる大会っていうのは積極的にやっていこうかなと、うん、じゃあもしあの来年春に今ブレイキングダウン次の大会があるとしたらもう1試合ぐらいやりたいみたいな、うん、そうだね、うんうん、スパーリングでもいいし、じゃあ今回見てくれた人、あと応援してくれた人、まあなんだろう、自分がもう初めに言った通りその世界でのベルトっていうかさ、チャンピオンっていうかさ、リングっていうのを探して、やっていくからその姿を見せていけたらと思うんで応援よろしくお願いします。そうやって生きてきたからダメなんだよ、もうなんだ、もうそんな石橋叩きすぎ。あ、本当に、うん、行けよ。いや、人生一回だよ。いや、そうだけど一回しか行かなくてさ、後でさ、うん、なんていうの、ねえねえするの違うよ。あの時行っときゃよかったって、あの時クリックしときゃよかったって、うんうんうん、思うって。本当に本当に